今回なんですけども、ビンゴマイルの動画でございます。そうなので、そう、全列です。全列、全部の列、フリーを挟む全部の列で確定させたバージョンの回答です。ちらい、ありがとうございます。ありがとうございます。来ちゃったな。すげえ、すげえ、すげえ、あ、すげえ。まあ、ある種よかった。同時に出たら、クロス。どうも、そこは奥チャンネルだー。今回なんですけども、ビンゴマイルの動画でございます。はい、ビンゴマイルめっちゃ久しぶり、1ヶ月で最近1回ぐらいのペースでしかやってないんですが、再挑戦していきたいなと思います。前回はね、結構でかい当たりがあったんで、このセパレート購入法やっぱ使えるなっていう風にちょっと気持ち切り替わりました。だから今回もセパレート購入法で、挑戦していくんですが、まあ、セパレート購入法ですね、ご存知ない方のためにもですね、一度セパレート購入法の解説も含めて、解説と実践と両方やっていきたいと思います。一攫千金ということで、セパレート購入法という買い方で買うんですが、僕ですね、絶対当選法というですね、25口購入して、フリーを挟む1列ですね、もうどこでもいいです、とにかくフリーを挟んでいる1列を、確定させる買い方っていうのをやっていまして、それの、ま、派生バージョンでセパレートなので、と前列です。前列、全部の列、フリーを挟む全部の列で確定させたバージョンの買い方です。そう、だからメリットとしましては、これね、フリーを挟むラインが最低4つは当選するんですね。だから1個しか当たんなかったよ、2個しか当たんなかったよ、それはないんですよ。絶対に4つは絶対当選するんです。そう、そして当選が重なったら、こことここ重なったら、とにかく1ライン以上の当選があり得ると。そしてあとはなんといっても買いやすさですね。ビンゴ5結構意外とこれ誰も言わないんですけど、枚数結構買ったら書くのめっちゃめんどくさいんですよ。ネット購入もできないんで書くのとにかくめんどくさい。これが、買いやすいっていうのもかなりいいところではありますね。で、もちろんデメリットもある。ということでデメリットは5000円かかるんですよね。まあ、絶対当選法も5000円かかるんですが、とにかく5000円かかるよと。で、最悪の場合なんですが、800円の回収しかないということなので、16% しかね、回収できない。そして、おこぼれ当選の可能性が非常に低いんですよ。だから僕一番最初、これはやらないでおこうと思ったんですね。結構運も大事な要素なので、おこぼれ当選であったら意外と2ライン3ラインぐらいもね、行ったりするんですけども、意外とですね、これで4ライン行っちゃったもんですから、これもっとやっていこうと思って、今回も挑戦に至るということですね。まあ、もちろんですね、いい面悪い面たくさんあるんですが、当選実績があるものをとことんやっていこうぜということで、今回もですね、このセパレート購入法で今からですね、実践の方やっていきたいと思います。一攫千金。はい、じゃあ行きましょう。とにかくこいつだ、これだ、もう全部出す。はい、行きますよ。とりあえずじゃあ、まあ上から行くか。上から行こうか。はい、じゃあ行きますよ。まずは1枚目です。とりあえず僕はもう最近ね、そう、5000円だからって、もう1面しか買わないようにしてるんですよ。そう、こっちの方が臨場感ある。では行きます。まずは1枚目。当選番号ちなみにこちらです。はい、なるほど。じゃあ行きましょう。ちげえな。ちげえ、やべえぞ、これちげえ。まあ、どうなんだろう、これは、ちょっとまだあんまり、分かってないんですけど、どうなんだ、外れれば外れるほど、出るとかじゃないかもしれない。そうかもしれない。はい、行きましょう。2枚目でございます。これ違うな、これも違うな。まあ、とにかくですね、いろんな番号が入り混じっているので、結構、当たり出したら多分、勢いついた。早い。早いですね。まあ、ダメだな。まあ、なかなかですかね、もう、まあ、最悪800円だなと思ってんすけどね、ほんとに毎回。はい、いきます。3枚目。ちげえちげえちげえ、あ、ちげえ。21ある。違う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 、もう違うよ、違う。くそくそ。はい、行きましょう。次ですね、行きます。違うな違うな違うな、え、ちげえ、ちげえ。おい、もうちょ、結構あれだな。甘やかしてくれないな。ちょっともうちょっとズームしようかな。なんか見えにくいな。はい、これぐらいかな。はい、じゃあ行きまーす。まあ、まだね、2なんで。はい、2ですから。これでも、この間ほんとすごかったっすよね。すごかった。マジすごかった。いや、もう、つらい。
つらいわ。はい、行く。もう何枚目もうわかんねえ。これ、1、2、3、4、5、6の7枚目かな。とりあえず、とにかく走りますね。行きます。あ、にゃ、にゃ。あ、これはあったか。あ、これもある。あ、これ来た。頼む。あー、マジ。これ一番やだよ、これ。これ一番やだよ。はい、行く。次。次ですね。はい、ダメ。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 え、マジ。あ、あ、やば。ちょっとやばいな、今日。まあまあ、とりあえずね、最低でも800当たるんで、それは問題ないんですけど。そこじゃないんですよね、僕がやりたいことは。そこじゃないじゃん。当てたいわけじゃん、僕。そう、当てたいじゃん。だからちょっとこの辺結構辛いよな。え、え、お前マジだったよ、おい。もう、辛い。はい、次。あ、この辺もちょっとダメゾーンですね。ダメゾーン。え、今日まだ当たり一枚もないんだけど。まあでも逆に言うとね、列揃っちゃったら早めに終わっちゃうんで、ちょっと辛いですね。それはそういう意味ではありなんだけど、ちょっとやっぱ悲しい悲しいですね。はい、次行く。そうだよな、列揃ってなかったら、そう、外れ、これもだからある種外れれば外れるほど、重なるということですよね。あ、来ちゃった。え、来ちゃったよ。ありがとうございます。とりあえず、来ちゃったな、来ちゃったな。とりあえず1ライン、ありがとうございます。ありがとうございます。来ちゃったな。あー、1ライン来たか。1ライン来たか。これでまあ、1等の可能性はないということですね。ないですね。はい、次、行きます。1等の可能性積んだ。あー、マジか、ここ来ちゃったよ、また。ちょっと待ってよ。え？ちょ、やばいんだけど。やばいんだけど。え、こことここもないんだと、もうこれしかねえじゃん。傘、あとまあ横のね、おこぼれあるかもしれないんですけど、ちょっとへこむな。ちょっと早いぞ。800円はつらいぞ。まあそういうことあるんでね、ありがとうございます。200円でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあ、やっぱりね、当たったことに感謝はしたい。そう、そういう気持ちはある。はい、ということで、行きましょう。ミスって違う番号と買ってりゃいいんだけどね、逆にね、逆にはないよな。あ、これもそうそう、絶対ないですね。そう、絶対ないんだよ。ある種精密なんだよ、買い方は精密なんで、ないよな。厳しいな、厳しいわ。はい、行きます。はいはいはい。まあそう、わかんないからね、おこぼれ、横がつっぴんって合う時もあるんで、そう、その可能性はね、おこぼれがあるんですよね。まあ、そう、おこぼれ、そう、これ、この横のおこぼれ重なったとき、例えば、クロスで、あとするじゃないですか、たまたま今回ね、重なったとしたら、こことこういったら、1、2、3、4だからね。そう、こことここはないにしても。4ラインですね。今回だから残りあるのは最高4ライン。まあ、それでも全然嬉しいけどな。4ライン結構ね、嬉しいっすよ。あの、初めて来たとき、あれマジで泣きそうだったからね。あー、もうこれ。これちょっともうなんかやだ、これはやだ。あー、危ない。はい、行きましょう。やばいな、これ結構早めに横揃ってほしいな。横ないな、全然。横か、この縦ね、この L 字のところね、囲いね、囲いがあったらね。59あるが、もうここ出てないじゃないですか。ないな、ないな。うわ、ないか。ちょっと甘くないな、マジで。でもこの間確かどうだったかな、これと、これと、で、斜め行ったんだったかな。と、あと、これかな。なんかよく、ちょっと覚えてないですけど、結構特殊な、あ、そろそろか。出現するか。も、ない。ある。あーね。ないか。これやだよね。この出方やだよね。あー、もう、これやだな。これ結構ビンゴ5フリークの方分かると思います。この出方嫌ですよね。分かりますかね。皆さん分かっていただけますかね。じゃあ行きましょう。はい、3。ここ8だったらな、よかったな。まだ一本揃って、あ、え、マジ、え、あ、びっくりした、びっくりした。あー、もうダメか。これでもなかったか。まあ、ある種よかった。同時に出たらクロスってことですかね。同時に出たらね、
これでもね、いいっすね。ああ来ちゃった。え、ちょっと待って。ああマジ来ちゃったよ。おい、やべえよ。800円なんじゃねえか。あれだ、ストレスかけた。マジか。ちょっときついな。今日きついわ。まあまあ、そうは頭に下ろさないですよね。甘くないですよね。ここはいいんで、あの、せめて2ラインもし、今日2ラインもないぞ。ないぞ。あれだ、ストレス。はい。はい、ありがとうございます。もうあと1ラインだけかな、あるのが。マジか。あとだから、おこぼれとどんだけミックスするかだよね。うまいのね。てことはもうここだけだもんね。で、13でしょ。で、バツじゃないですか。これは違うと。で、そう、こことかがね、合ってたかなと思うんですけどね。これが結構、これコントロールできないんで。そうなんですよね。そう、有益そうだな。ある種、あの、コントロールできないっていうのも、まあ、いいところではありますね。いいところではある。あ、来ちゃったよ、マジで。来ちゃったんだけど、これということは、ダメだな。で、これはある。18か。あー、マジ、ここ。ここ。マジ？嘘だろ。まだまあ、そうですね。ありがとうございます。とりあえず、はい。はい。800円でございます。ありがとうございます。これで800円全部で揃いました。ありがとうございます。あとは、もう、このフリー挟む枠での当選可能性はないので、もう、とりあえず、パッパッパッと行きましょう。はい、じゃあ最後で1枚いきます。ここで出たら気持ちいい。ない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 。はい、じゃあ今日の結果ですね。これ言いたくないよ。これ前回良すぎたんでね、言いたくないんですけど。はい、じゃあ今回結果はこちらですね。7と、1ラインが4枚の800円の回収のみでございます。そして回収率は、16% と非常に非常に少ない。そう、だからこれが悪いパターンだと思っていただけたらいいかなと思います。で、一応ね、これそう、この間の、この4ライン当てたやつなんですけど、見てたら、一応フリーを挟むやつ1本だけ当たりだったんですよね。で、以外は関係ないところがたまたまですね、このコの字に、逆コの字に来て、斜めにも来たということなので、なんかまあ運の要素が前回強かったなと思います。だから重なる方で、まだそれで言うと実績出してないから、まあビンゴ5は定期的にいろんな買い方で挑戦していくんですけど、ちょっと当分ね、この買い方に固執してやっていきたいなと思います。はい、じゃあ今回ですね、久しぶりのビンゴ5の、セパレート購入法だったんですけども、これかなり本当おすすめです。あの、5000円コストはかかりますが、例えばね、全数字購入法という買い方があって、1000円で買えるんですが、それで例えば1枚当たって200円回収したらよっしゃっつっても、言って800円損してるわけじゃないですか。まあ、持ち出しは1000円だけど、800円しか、800円奪われてるという形で、皆さん狙ってるのっては、じゃあ何等狙ってるんですかという話になるんですね。だからそれ考えると、この5000円で、例えば夢見て、一等来たら、どうよというような可能性は秘めている買い方なのかなと思います。だからまあちょっとコスト面だけはね、気になるところなんですけども、まあそこはちょっとご愛嬌ということでよろしくお願いいたします。はい、一応こんな感じでですね、たまにビンゴ5もやったりもしておりますので、私のチャンネルいいなと思います。ぜひチャンネル登録お願いいたします。そして、お前には期待してるぞという方いらっしゃいます。ぜひ、グッドボタンお願いいたします。はい、じゃあ、ビンゴ5のね、動画、今日はちょっと恥ずかしい結果だったんですけど、前回ね、すごいの当ててますから、まあ、それを超えるのもね、この2020年難しかっても、来年よ、来年、2021年は超えていってやると思っております。はい、では、ご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。